私の専門は公共経済学です。慶応義塾大学経済学部の土井武郎です。私が研究しているものの中で今一番力を入れているのは、所得税や社会保険料が家計にどのような影響を与えているかというところです。実は慶応義塾大学でも家計のデータをご協力いただいて調査をしています。でそのデータをお借りしまして分析を進めているんです。で政府でもそういうような統計を集めているんじゃないのかというと、それはその通りでして、政府でもどのぐらいの所得の方がいくらぐらい税金を払って、それからいくらぐらい社会保険料を払っているかというところを調査をしているということはあります。しかし実は消費税をその家計がいくら払っているかということについて政府が公式に統計を出しているというものは実はないんですね。でそういうところが抜けていますので、私はその慶応義塾大学の集めたデータを使わせていただきまして、消費税をいくらそれぞれの所得層の人たちが払っているかというところも研究をしています。でその研究に基づいてご紹介をいたしますと、一番低い所得の 20%、 下位 20% の所得層の方々というのは、実は所得税、住民税というのは 7.4 万円年間お支払いになっている。でそれに対して消費税はいくら納めておられるかというと、実は 14.7 万円と、所得税、住民税よりもさらに重い負担を消費税で課されているというところは研究結果から出てきたわけで、これは生活実感に合うという方もおられると思います。でところが実はその家計にとって最も重い負担というのはですね、消費税じゃないんですね。社会保険料、医療や介護や年金のために払っている社会保険料が実は 40.4 万円も家計が負担している、消費税の比ではない、こういうわけですね。で消費税を減税したらいいじゃないかというような声があるわけですけれども、高所得者、一番高い所得の 20% の方々の消費税負担というのは 34.1 万円と、低い所得層の人よりもたくさん消費税を払っておられるということになりますから、消費税を減税すると低所得の人も恩恵を受けるかもしれないけれども、実は高所得の人の方がもっと恩恵を受けると、こういうことになりますので、本当は政策をどういうふうに考えていけばいいか、低所得者の人たちになんとか支援できないかということを考えるとすれば、消費税の負担を軽くするということよりももっと重い社会保険料の負担を軽くするというようなこともですね、真剣に考えるという必要はあったりするんじゃないのかなというふうに思ったりもするわけです。私はそういうような研究をもとに日頃から論文を書いたり政策提言を政府に出したりするというような仕事をしています。やはり研究した成果を論文にまとめて、その論文が学術雑誌に掲載されるという時は一番やりがいを感じますし、さらにはその研究に基づいて出した提言を総理大臣、各省の大臣に直接お渡しするというような時が非常に私としてもやりがいを感じるところです。